浅間橋付近中内橋付近上戸田川は埼玉県の主に戸田市東部を流れる巡洋河川荒川水系勝負川の支流である別所は2枚橋廃水路。見沼大用水生園は辻用水と新素用水に分かれ新素用水は旧中仙道までの区間を指すがそれ以降は水を上戸田方面に流していたその水路が 昭和期に都市化が進むにつれて、排水路としての機能を持つようになり、特に、上戸大南が整備され、上戸田川と呼ばれるようになった。最強線交差部分により上流部は、区画整理事業により、戸田駅周辺の冠水解消を目的として2017年より、新しい流路の改作が進んでいる。最強線交差部分の東側に、旧流路も残っており、 新流路に交流する形で一部解挙となっている。上流方面はすぐに二掛けの暗渠となり、佐竹科学付近はクランク上に二掛け水路があったが住宅となり消滅。戸田駅周辺は細い水路が残されているが、富士見公園より上流に向かうにつれて、区画整理の進捗により跡形もなく埋め立てられている。蕨市立日小学校付近には近年まで暗渠が、 残っていたが、道路整備により消滅している。西小学校北側から境橋までは二掛水路が現存する。上戸田川は周辺の排水を合わせながら乱流し、上戸田、新祖、本町、新祖南地区を流れ、戸田市南町で勝負川に合流する。2006年7月9日より笹目川、勝負川と同じく荒川から水を引いて、浄化のために放流している。 流量は0.1メートル、S と少ない。2017年より、新疎大肉格整理事業の進捗及び、戸田市の洪水対策の一環として、最強線より上流部の延伸工事が始まった。一号橋である、新名絵の木橋は2017年7月16日に、完成披露式典と渡し始めが行われた。由来は橋を架けた場所に立っていた屋敷に大きなえの木が、 あったことから、戸田駅前には浸水公園の設置も予定されている。戸田自動車学校の中央を南北に貫く計画となっている。上戸田川と勝負川の合流点。ありがとうございます。